はいよ、上ちゃん TV へようこそ。お父さんのための Windows 講座の時間がやってまいりました。結構前ですけども、Windows 8.1 アップデート、お父さんのための 8.1 アップデート動画、やりましたけども、今回はですね、お待ちかねの Windows 10 のご報告です。実はですね、今年の最初ですね、今年の最初の頃、に、Windows 10の発表があっておりました。でもですね、まあ情報がですね、まあそこまで出てませんでしたので、そのままスルーしてましたけども、最近ですね、やっとですね、情報が、固まりつつあります。ということで、今日はですね、お父さんのためです。お父さんのためですよ。お父さんのために Windows 10 の、ご紹介をしていきたいと思います。まあ我々の年代はですね、Windows といえば、なかなか難しいパソコンだったんですね。無理やりですね覚えさせられましてですね、苦労したものです。でもですね、まあ最近はですねもうだいぶ慣れてきております。 Windows 10いつ出るのかということになるんですけども、最近ですね、3月ぐらい、の情報ではですね7月にですね、Windows の最終バージョン RTM っていうのがですね完成する予定です。でこの RTM というのができてから8月にですね、提供されるそうです。そしてこれがまたですね、お小遣いの少ないお父さんたちに朗報です。我が同胞よ、朗報ですよ。無償アップデートです。無償ですよ。ただですよ、はい。Windows 7、Windows 8、Windows 8.1 の方々にはですね1年間だけ無償アップデートということです。ありがたいことですね。これはなぜかと言いますとですね、Apple の方はですねもう以前からだいぶ無償アップデートでやっております。ということで Windows もですね、無償のアップデートをしようということで、なってきているようです。まあ Android ですねとか iOS かなりですね差を開いて負けているという状況ですね。だいぶ離されているということなので、マイクロソフトがですね起死回生ということで、打ち出した秘策というものですね。ここはですねお父さん、部下からバカにされないようにですねしっかりですね、今日はですね、要点だけ分かりやすく説明していきたいと思います。まあ、部下からですね聞かれた場合はですね Windows 10一言で言いますと包括的なプラットフォームということになります。スマートフォン、タブレット、PC、テレビも入ってくるかな。そういうのもですね、全て Windows 10でやっていこうということが一つですね。 Apple でしたら iPhone と Mac ですね。そして Windows でしたら Windows Phone ですね。それと Windows、PC 用の Windows ということになっていきますよね。今までですね、私は大体 Windows 派なんです。Windows 派なんですけども携帯は iPhone なんです。するとですねやはり互換性の問題でなかなかやっぱ使いにくいんですよね。これが Windows Phone そして Windows、まあ、10となっていけばですねかなりやっぱ使いやすくなるんじゃないかなと思っております。まあですねこの日本、統計があります。Windows と Mac どちらが使われてるかと言いますと7割は Windows と言われています。Mac はですねやっぱりですねいろんな熱狂的なファンの方が多いんです。でもですねあの Windows は幅広く会社で使われてますからね。そういう点でやはり7割、まあいろんなリサーチの方法もありますけども、9割というところもあります。まあ全体的に 見ればやはり平均的なのがやっぱ7割ぐらいが Windows 使われてるんじゃないかなと今は言われているようです。それとなぜ9じゃなくて Windows 9ではなくて Windows 10なのかと言いますと新しい幕開けですね。ではですね中身に入っていきましょうか。一番、まあ、目立つところですね。一番目立つところ、Windows 8になってですね、一番問題なのはやっぱりスタートメニューですね。ということで今回スタートメニューが完全復活です。スタートメニュープラスライブタイルですね。はい、これピョンと出てきます。はい、これがもう復活しましたね。スタートメニューとライブタイルですね、これが融合されたということですね。すると下ちょっと見ていただきますね。このタスクバーにですね、検索
とタスクビューというのがついております。これですね、はい、ここの虫眼鏡ですね、これが検索で、その横にあるのがタスクビューですね。このタスクビューピューッとしますと上にポポンとこう出てきます。今こう出てくるのは今起動させている、アプリがですねババッとこう出てくるようになります。まあ、もですね、下にこうポーと出てきましたけども、ポンとボボンとこう上に出てくるようになります。使い勝手がどうかっていうのは、まあ、ちょっと別にしまして、新しい機能がついたということですね。それとまた Windows Store のアプリですね、Windows Store のアプリ、が今まではですね8ですと全画面にですねボンと出てきましたけども、Windows のソフトウェアと一緒で、ポンとこう小さくウィンドウタイプで出てくるようになります。それとあとこのウィンドウがですね4分割、ができるようになります。それと前ですね、以前から Windows はあったんですけども、仮想ディスクトップですね、これをですね特別なソフトウェアは入れなくてもですね仮想ディスクトップができるようになります。これはですねタスクビューからポンとすれば仮想のディスクトップにポンポンとこう切り替えられるようになるそうです。と、まあ、ディスクトップはこんな感じですけども、もっと入っていきますと、新しい機能、今度ですね音声アシスタントというのがコルタナというのがつきます。コルタナ、ちょっと言いにくいですけどコルタナですね、というのがつきます。これは Siri みたいなもんでしょうね、Windows Phone ですね、のユーザーから大量に集めた言語ですね、を集めた、その何ていうんですかね、情報をフィードアップさせて開発されている機能ですね、徐々にですね、機能が増していくというものをですね、みんなで作り上げていくというものですかね。iPhone とか使われている方はですね、Siri とかはもうご存知でしょうけども、音声をですね、ですね、語りかけるとですね、いろんなことを教えてくれます。例えばですね、天気予報を聞いたり、ニュースですね。ニュースを教えてくれたりですね、その日の試合結果、など教えてくれたりする、便利な機能ではあるんですけども、私はあんまり使わないですね。やっぱりこう喋りかけるというのがちょっと年代的にやっぱちょっと難しいので、ちょっと小恥ずかしいですね。ですのであんまりこの機能は使わないです。外に出た時にですね、iPhone で近くのマックとかですね、近くのマクドナルドはどことか、そういう感じではちょっと使ったりはしますけども、その他あんまり使わないですね。はい、でも使い慣れたらいい機能かなとも思います。それと今度、インターネットエクスプローラーは健在ですけども、スパルタというブラウザが出てきます。このブラウザーはですね、Google、Chrome ですね、に対抗されて作られたというものですね、かなり軽くサクサク動くらしいですね。私はやっぱり Google、Chrome を使ってます。やっぱりですね、軽いんですね。インターネットエクスプローラーはですね、やっぱりいろんな機能がつきすぎてですね、立ち上がりに遅いです。やっぱ遅い。ですので Chrome を使ってますけども、今度ですね、10になった場合はですね、このスパルタン使い倒していこうかなと思っております。楽しみですね。このブラウザは楽しみです。それとあとオフィスですね。オフィス、これがやっぱ Windows 10になりましたので、スマホタブレットで使えるということですね。スマホはですね、アプリはあるんです。 iPhone もですね、互換性のあるやつはあるんです。ただですね、やっぱりスマホで使う場合はですね、やっぱ閲覧のみですね。もちろんその書き込めることはできるんですけども、やっぱりあんま使わないですね。そこはやっぱもうノートパソコン、になりますね。やっぱりですね、もう年取ってくるとですね、目がしょぼしょぼしてくるんです。もう見えなくなってくるんです。こうしてですね、もう見なくいきませんので、やっぱりパソコンになってしまいますよね。これはやっぱみんな使ってるんでしょうか。このですね、やっぱ Windows 8からですね、アプリが登場しまして、私はやっぱりまだですね、Windows とその8とかのそのアプリですね、そのアプリ、ソフトウェアじゃなくてアプリのその互換性がですね、やっぱりまだ8では、別物という感じがしますね。なんか切り替えるのは面倒です。ということで今度の Windows 10でその辺のことがですね、改善されてるといいかなと思っておりますね。はい、そして今ですね、ウエちゃん TV、PC ゲームを結構やり始めております。
息子のですね、モンハン、モンスターハンター、フォージがですね、ちょっと 3DS 壊れてるもんですから、PC ゲームちょっと走っております。ということで、今回の Windows 10、Xbox の連携ですね、これがですね、いいですね。Xbox の、画像をですね、Windows 10、に映し出せるというものですね、PC に取り込めるというものですね。となるとですね、プレイゲームの動画をですね、撮りやすくなるんですね。まあですね、もちろんその Windows Store ではですね、Xbox、のゲームとか、そういうのが売られてますけども、やっぱりここで Xbox の連携、そして動画を録画できるキャプチャー機能ですね、これが搭載されたのは結構大きいですね、私としては。それと、あとダイレクト X、これが、11ですかね、これが12ということになりまして、また高画質になるということですね。これがですね、YouTube とかアップしてますけども、これは難しいんですよね。しっかりですね、電波が届いているところであればですね、高画質の動画を見れるんですよね。でも、少々の電波の時はですね、やっぱり読み込む時間がありまして、高画質動画、なかなか見にくいです。ということで、上ちゃん TV では若干落として、アップしております。ということもありまして、ゲームする分にはですね、やっぱり高画質がいいとは思うんですが、実況者にとってそこまで必要なのかというのはありますね。はい、ということで今回ですね、お父さんのための Windows 10の講座ということで、やってきましたけども、まだまだですね、いっぱい機能はあります。見るとですね、やっぱかなりあるので、ここ1回で紹介することはできません。ですので、またですね、今度夏ですから、アップデート、無償アップデートですね。これはですね、Windows のアップデート、しますよね。そこから行きます。 Windows アップデートのところから入って無償アップデートになりますので、1年間だけ、しっかりアップデートしてもらって、もらいたいと思いますね。でもですね、Windows 10入れたとしたらですよ、動かないソフトウェアもあると思います。その辺はですね、十分注意して行ってください。以前ですね、上ちゃん TV で、予言をしておりました。というのもですね、ちょっと携帯のスマホの話になるんですけども、スマホもですね、料金携帯なかなかお客さんから料金を取れないということで、通話料金のパケットが、今後流行ってくるというようなこととか、他のこととかもいろんな予言的なことをしてますけども、今回また予言的なことをしたいなと思っております。私考えますに、やっぱり今 Android と iOS、が今流行っておりますけども、両者かなり、そればっかりですよね。でも今後ですね、やっぱり Windows、の方がですね、Android を食っていくんじゃないかと思っております。将来ですね、 Android と iOS ではなくて Windows Phone と、あともう Apple の二強が出てくるんじゃないかなと思っております。2社の柱になるんじゃないかなと思ってます。なぜかといえばですね、 Windows の使ってる人が多いからです。日本はですね、やっぱり Windows、 Mac がですね、やっぱ熱狂的なファンもいるんですけども、やっぱり数はですね、Windows の方が大きいんです。Windows とスマートフォンの連携ができればですね、もっともっと Windows、 やっぱりユーザー増やしていきますので、ここは多分 Apple、Windows、またですね、二強になってくると思います。これがウィーちゃん TV のまた将来、の予言かなと今思います。で、その二強になるためにはですね、やっぱり Windows Store、 これの充実、これしかないですね。やっぱり Windows Store は商売、これはもうちょっと頑張ってもらいたいですね。私いろいろですね、 Windows Store は覗きます。で、課金してですね、いろいろ買ったりもします。でもですね、やっぱ使ってみるとやっぱ商売、Windows Store はもうちょっと頑張ってもらいたい、するとやっぱり、二強になると思いますね。はい、Xbox も面白いですが、やっぱりどうしても
なんか あれも少ないんですよ。日本語も少ないんです。英語ばっかりなんです、ゲームとかも。それはやっぱちょっとどうにかしてもらいたいですね。そうするとまた良くなると思います。で、やっぱり Google が強いのはですね、やっぱりあのアプリの多さ、ものすごくやっぱ多いです。私はあの iPhone よりもですね、あの Apple Store よりも、Google Android とかの方がアプリは使い勝手があると思いますね。ストアの充実をですね、もうちょっとしてもらいたいと思いますね。はい。ということで Windows 10お父さんの講座ということで、今回やってきましたけども、本当ですね、待ち遠しいです。夏待ち遠しいですね。 Windows 10早くですね、私もアップデートしたいですね。その時はですね、また、お父さんのための Windows 10アップデートの方法ということで、また皆さんとお会いしたいと思います。それではじゃあね。ご視聴ありがとうございました。次の動画やおすすめ動画を見たい方は PC の場合、画面動画をクリックしてください。スマホの方は下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そこからお願いいたします。連続で見れる再生リストを作成しておりますのでご利用ください。またチャンネル登録をお願いします。 PC の方は上ちゃん TV 登録ボタンをクリック、スマホの方は下のチャンネルボタンをポンポンポンとクリックしてください。あ、ポンポンポンはダメです。チャンネルボタン解除までいっちゃいますので、ポンとクリックしてチャンネル登録をお願いします。それとよかったら高評価もお願いします。高評価はですね、グッドボタンを押すだけですのでお願いします。それではさよなら、さよなら、さよなら、また見てね。